2023年2月22日水曜日に起これます、千葉県公立高校入試の社会の対策で、地理の一部と近現代史、自治問題について扱います。えっと、私は講師を務めます、あの予備高校して船橋の市議会議員の朝倉と申します。で、このテーマは、3つ主に取り上げます。世界地図と時差の問題、そして SNN 年齢の引き下げ問題、で、日露関係史。で、これは、あの、地理の分野で出されます。 でこの2と3は、えっとまああの、千葉県の問題は時事、えー、その時の社会の動きの問題を出すことがあるんですが、この2つが今年は、えー、可能性があるかなということで取り上げます。これが千年年齢の引き下げに関する政府オンラインですね。さて、まず、チリの話で、えー、大陸と。 あのえー、っとそれからあの運河や六州のことについてまとめていきたいと思います。で大陸はユーラシア大陸アフリカ大陸北アメリカ大陸メラミアマヤ大陸南極大陸オーストラリア大陸の六つの大陸があります。さてこの大きさ順番が聞かれることがあるんですが、あのその時には。 イギリスを真ん中に置いた地図をイメージして、えー、この順番ですね、まあ、ユーラシア大陸が最も大きいということわ分かると思うんですが、ユーラシア、アフリカ、上下、上下、えー、北アメリカ、えー、南アメリカ、で、最後だけ、えー、オーストラリアよりも南極が大きいので、南極、えーえー、オーストラリア大陸となります、上下、上下、最後だけ下上ということになります。 さて、その次に大陸と州の関係なんですがあの南極には人が住んでませんジョージアは住んでませんのでここを除外して6州なんですね。でそうするとユーラシア大陸が二分化されて、 アジア州とヨーロッパ州に2分割され、あとはアフリカ大陸イコールアフリカ州、北アメリカ大陸イコール北アメリカ州、南アメリカ大陸イコール南アメリカ州と、ただ南極大陸には人が住んでいませんで、オーストラリア大陸はオーストラリア州とは言わずにオセアニア州って言ってますので注意してください。さて、3つの海です。太平洋のタイは太い方ですね。で、大西洋のタイは大きい方ですから、漢字、気をつけてください。あとインド洋です。 運河なんですが、ここにあるのがスエズ運河、でここにあるのがパナマ運河ということで、区別をしてください。さその次なんですが、あの今年のロシアのウクライナ侵攻に関連して、えー、ここら辺のアジア州、ヨーロッパ州との関係を見といてほしいんですが、アジア州、ヨーロッパ州の区分は、ロシアにありますウラル山脈、そしてウラル川から、 カスピ海、そしてカフカ山脈を,コーカサ山脈を通って、黒海、ボスファラス海峡、地中海のこのラインがアジア州とヨーロッパ州を分けています。つまり、ウクライナはヨーロッパ州に相当し、ロシアはヨーロッパ州、アジア州にまたがっているということを見ておいてください。さて、その次にあのよく出る問題なんですが。 あのイギリスのグリーン日天問題のところに、軽、えー、度0度の本州4、5線があります、そしてちょうどその反対側のところに、統計180度、あるいは整形180度といってもいい日付変更線があります、ここがふを船で行き来するときには、1日を遅らせたり、進めたりしますでこのの時差の問題後で整理します。 さて、よく出る問題は、経度0のところと緯度0、つまり赤道の交点の位置なんですが、これがアフリカの、えー、と海ですね、つまり大、えー、西洋上であるということ、決してこの陸地には差し掛かってなくて、交点は海の上だということを気をつけてください。それから赤道の位置なんですけど、インド洋を経て、えー、インドより南側ですね、そしてインドネシアを経て、であと南アメリカとの位置も注目してほしいんですが、 パナマ運河辺りだと勘違いしている人がいますが、赤道の位置は南アメリカのところで、エクアドルとブラジルを通る線であるということを注目してください。さて、それでは次に時差の問題に行きます。まず時差の問題に関して、えー、注目しておいていただきたいのは、のこの問題ですね、よく勘違いしている人がいるので、それを整理するために、ちょっとこの問題を出します。A さん、B さん、C さんが成田国際空港から 同時刻に出発し別々の飛行ルートで進む 3,、まあ、3機の飛行機にそれぞれ乗ってアメリカの東部のシカゴに向かったとで飛行機の飛行時間は3機とも同じで同時に3人ともシカゴに着いたとで A さんは太平洋上空を通り日付変更線を横切って向かう東向きルートであったとで B さんは日本から中国ヨーロッパ上空を通る西向きルートであったとで C さんは あえて緯度に沿わずに桂線に沿って北極点上空を通ってそして反対側に行ったということですね。で3人の道筋はそれぞれ違うんですが同時に着きました。じゃあこの A さん B さん C さんの日付や時刻は同じか異なるかということですね。これどうでしょうか これ同じなんですね、だって3人が同じ時間に出歩して、同じ時間に着いて同じ場所にいるわけですから、3人の時刻が異なったらおかしいんです。で、これで感じていただきたいのは、時差の問題は、移動経路がどの道で移動しても、移動経路自身は関係なくて、出発地と到着地の経度差と飛行経過時間のみで考えればいいということですね。西向きに で移動しようと、東向きで移動しようと、出発点、それは無視して、出発点と到着地の軽度差で考えればいいということです、すそれでは時差の問題を考えるときに、今私が考えさせていただいた方法なんですが、あのこういう時差矢印というのを考えてみると、分かりやすいと思います。 でえっと、時差矢印というのは常に日付変更線のすぐ隣ですねが一番日本で時刻世界で時刻が進んでいる時で最も遅れているあの、まあ、前の時間がこの整形180度の少し手前ですねでこの、えっと、土地の位置関係は変わりませんので えー、常に、えー、日本は130統計135度の証を基準にしておりイギリスは経、えー、度、えー、0度で北アメリカの、まあ、特に東側シカゴワシントンあたりは整形90度とでハワイは整形140 150度という,あいうことは変わらないんですねでこの4つぐらいを日本統計135度イギリス経、えー、度0、えー、そして北アメリカ、えー 経90度ハワイ、整形150度あたりをイメージしておくと非常に分かりやすいと思います。さて、まず基本ですが、24時間の1時間の差が、地球がちょうど1回転する時間、360度ですので、割り算すると1時間の差はちょうど軽度15度あたりに1時間の時差が出てくるんですね。 ということで、1時間の時差ごとに線を引いて、15度の差を考えてみると、この矢印の位置がわかると思います。そして、統計、数学と一緒で、軽度0を基準に、統計の方をプラスと見立てましょうし、時間があの進んでいるので、そして、こっちが早い,あの早いので、時間をマイナスと考えて、それでプラスマイナスの計算で表すとよろしいと思います。 さて、具体的にあの、まあ、考えてみたいと思うんですが、えー、日本を基準にして出発することが多いので日本からすると日本よりも時刻が進んでいるのは実はここまでギリギリなんですねだからまあせいぜい出すとしてもニュージーランドぐらいしかないですねでほとんどの問題が日本よりもあの早い時刻 ですで日本からすると例えば、えー、と一番分かりやすい時刻としてイギリスちょうど真ん中を正午12時とすると日本の明石は、えー、夜9時21時ですでニュージーランドが23時になるんで,ですねそして、えー、とさらに北アメリカは、えー、朝の6時とでハワイは午前2時ということになりますそうすると日本を基準にするとこっちに移動すると で考えると、ニュージーランドは、えー、と日本が21時だともう23時なんだ、もう23時なんだということです。遅い時刻になるわけですね。ところが、日本より西側はすべてまだ、えー、北アメリカは朝,6時朝5時なんだということで、えー、こっちに移動するということは、時間が早い時間に行くんですね。だから西に進むと早い時間に行く、マイナスになって、 一方、飛行機で飛行時間がかかると、その飛行時間だけプラスになるということです。で、このイメージで問題を解いていきましょう。それでは、千葉県の去年の問題です。えっ、ー、と、千葉県第3問ですね。えー、この地図は、経線と緯、e、線が直角にまわる地図で、経線と伊、e、線は15度ずつの間隔で引かれています。 1>, 1を何々と読みますまた地上の2で示した場所の実際の面積は3で示した面積と同化ということですけどこれは分かりますでしょうか。こっち本書四五線ですねそしてこの直角にした図法だと北極圏とか南極圏を非常に引き伸ばされて表現されますので赤道から外れているほど実際の面積は同じ 2×2 の区画でも狭い。 赤道に近い方が面積が広いですので3の示した、えー、実際の面積よりも2の方が狭いということになりますじゃあ次あの実際の、えー、時差の問題です、えー、地図上の A から D はそれぞれカイロ、バンコク、リオデジャネイロおよびロスアンゼルスのいずれかの都市を示している A から D のうちユートさんが暮らしている都市はどれかということですねはい で里見さんと優斗さんがオンラインでやり取りしていると日本は今午後2時ですと、まあ、14時ですとだい大体24時間の時刻に直して発送した方がいいので14時ですでこちらは午前7時ですということで、まあ、これ丁寧に書いてくれてるんですけど14時と7時を考えると7時間差です。でさっっき言ったように日本から 東側に行ける国っていうのはニュージーランドぐらいしかいませんので大体西側の方が考えてよろしいと思います。そうすると7時間の時間時差ということですね。じゃあ7時間遡るためにはどっち行けばいいかということですね。じゃあちょっと考えてみましょう。こうなります。 つまり、実、え、際、ー、矢印でいうと、統計135度の赤獅子よりも7時間、えー、西に行くんですね。でそうすると、7時間 ×15 度ですから、105度を引きまして30度、えー、統計30度ですので、まあ、これが本書45線ですから、2つ目の矢印の回路が答えになります。まあ、優、えー、さんは回路に住んでいるということですね。あこれ こういうい形でで区別ができますさてそれでは日本では統計2020年の問題日本では統計135度の経線で標準時を定めている日本が 2, 2月15日午後8時の時アメリカ東部のシカゴは2月14日午後5時であるとシカゴの標準時を定めている 経度を書きなさいさっきまあ、シカゴあたりは整形90度だということを知識として持っておくと便利だということで知識でも解けてしまうんですが正式な計算の仕方を考えてみましょうはいじゃあどんな感じであるかとはいこういうことですね、えー、まずこの場合あの異度差を逆に求めさせる問題ですので時差を、えー、考えます午前8時と前日の のの日付の午後5時ですですそうすると、8時から遡って、まあ、午前0時行って8時間ですね。そこからさらに遡って午後7時、午後5時に行くためには、まあ、17時ですから7時間です。つまり8プラス7で15時間差です。まあ、これ15時間、僕は早いの間違い、早いんですね。でそうすると 1535-15×15 15で、225で、マイナス90度と言います。で、マイナス90度、この計算でマイナス出てきた成形とみなしていいので、成形90度ということになります。はいということで、まあ、この矢印で言うと、15マス、こっちに行くということですね。 それでは次にあの今度飛行機の移動時間まで加味した問題がちょっと千葉県では最近出てないんですけどこう、まあ、逆に言うと出る可能性があって、えー、飛行機の移動時間を踏まえた問題が福島,で出て福島県で出てますのでちょっと紹介しておきます成田国際空港からスペインのマドリードまで飛行時間が14時間の場合成田国際空港日本時間で2月5日午後2時に出発した飛行機はマドリードに何月何日何時に到着するかと。 でスペインとと日本の時時差は8時間でああると書いてありますじゃあどうやって計算するでしょうかでまず飛行時間を単純に足し算するんですね。それだけやっぱり時間が進むわけですから。で一方その時差の方は引き算するんです。あの大体西に移動して、えー、早い時間に遡るので。そうすると14を足して8を引くわけです。こうなります。えー、今の14時に えー、午後2時ですか、これ、まあ、あの24時間の時刻を直すと14時ですね。で14時間、あす、これ飛行時間ですね。でそして時差によるマイナス8時間を引き算するということです。スペインは日本からするとまだない何時なんだという少し早い時間ですので、こういう計算になりまして、20時ということになります。えつまり、えー、20時ですから午後8時です。2月5日の午後8時と さて次にあの時事問題のテーマに行きたいと思うんですが成、えー、年年齢が20歳から18歳に引き下げられたと成人、まあ、成,年成人という表現することが多いんですけど正式には成年です。でこれが2022年、まあ、皆さんが中学3年生になった時の4月ですねの1日に、えー、法律が施行されてあのもしお兄さんとお姉さんがいたら、えー、高校3年生でも あのあ高校3年生ではちょっと違うかな、大学1年生でも成人になったということなんですね。さて、この成年年齢の引き下げがちょうど今年度起こってるとで、もう大学入試でものすごく出されてます、ま,まさに18歳、19歳の当事者ですから。ただ えっと、高校入試でもやがて皆さん3年後ぐらいに成年を迎える形になりますからあの当然、聞かれうる時事問題として聞かれうると思うのでちょっとしておいてほしいんですが、えー、じゃあ、えー、この年齢の引き下げによっていろいろ何が変わって何が変わらないかを整理していきますね。でまず実はあの選挙権の引き下げはもうすでに2016年に行われています。 え選挙権は20歳から18歳に引き下げられました、これ公職選挙法で、ただ選ばれる側の権利、つまり立候補する側の権利はえ高い年齢、25歳とか30歳のままであります、非選挙権というんですけど、これは注意をしてください。でそれ以外のえ年齢改正は大体い今年行われたんですね。で1つが民法による年年齢の引き下げですそうすると 18歳の誕生日に向かうと親の同意がもう成人ですので親の同意は必要なくて自分で契約ができるということになります。でこれはいいことでもあるんですけど同時に18歳、19歳未熟な段階で契約が結べてしまうと詐欺に遭う可能性があると。で今までは未成年でしたのでその未成年は いろいろ未成年取り消し権というのがありまして契約を解除できる制度があったんですがこれが使えなくなるという問題があって詐欺被害が危惧されるという話がありましたまあ、今でも当然ありますで、未成年取り消し権は現在は17歳以下には適用できるんですね17歳、16歳はい こ未成年取引試験が使えるとで18歳、19歳は完全に20歳以上の大人と一緒で契約関係では未成年取引試験が使えないですけどこれは大人も交えて使うある一定期間は契約を解除できるという制度ご存知でしょうかクーリングオフという制度があってクーリングオフ制度を使えば、まあ、なんとかなる可能性があるけどより手厚い保護であった未成年取引権はなくなりました次資格が取得できます。 で結婚可能年齢は男性は18歳のままなんですけど女性なんとこれまで16歳だったんですねしかしやはり早すぎるということでこれも18に揃えましょうということになりましたそれからあの18歳の、えーまあまあ、自動車の普通免許が持てるということですね さて、20歳のまま変わらなかった、これもよく聞かれる可能性があると思うんですけど、飲酒喫煙、これは健康への影響がありますから、あまり若いうちからやらない方が、まあ、大人になってもあまりやらない方がいいんですけど、こういうこと、それから公営ギャンブル、そして成人式なんですが、成人式って、成人が18歳になったので、18歳に時に成人式を行ってもいいんですけど、船橋市なんかも含めて、ほとんどの自治体が、 20歳の集いとか名前を変えながら成人式を20歳を維持しました。な、ま、ぜ、あ、か非常に簡単な理由があって18歳の1月って大体大学入試センター試験とか、まあ、一浪してたりするとま,、まあ、まさにその年なんですね。でそうするとさすがに受験中に成人式はまあちょっときついんじゃないかということで。 まあ、成人は18歳でするけど成人式は20歳にしましょうということがこれは自治体国の判断でなくて各自治体の判断ですだから自治体の中には18歳成人を結婚したところもあります成人式を結婚したところもありますさてもう一つ大きな出来事が起こりました少年法の適用年齢がどうなるかという問題があって この成年年齢の引き下げに合わせて少年法の適用年齢を18歳に引き下げようとする意見もあったんですがこれは20歳になりましたでそもそも少年法というのは何かというと少年は未熟だからまだやり直しの可能性があるということで刑罰ではなくて更正をさせようという考え方があってそのための法律が少年法です。 で少年が何か犯罪を起こしたとえ。そうした時何かというと、全権装置されて、家庭裁判所に送られるんですね。家庭裁判所というのは、まあ、少年を取り扱い裁判所ですで。ここで保護処分ということで、えっとまあ、保護観察というものをつけたり、少年に送ったりする方法で、少年を立ち直させ,せるという方法をやるとともに、実はちょっと あの凶悪事件なんかに関しては、検察官逆走というのを行います、これはやっぱりこう少年であっても、これはあの重大事件だから起訴しましょうと、で起,訴し起訴するかどうか判断をし,しましょうとで、そして起訴した場合には、通常の大人の犯罪と同様に刑事裁判で裁かれるという形になります。さて これは、えー、実は少年法は18歳ならずに20歳のままでしたのになりましたので,で18歳19歳は少年のままです。これは更生保護という観点からするといいんですが実は一つもあの別の論点からすると、まあ、議論がありまして少年犯罪の被害者がいますね。そうするとと、えー、被害者としては、まあ、この 自分の、まあ、子供まあ特に対象が子どもが被害者になることがあるんですがそうすると自分の子どもがあの、まあ、傷つけられたあるいは殺された時の、えー、相手の少年の情報を知りたいわけですが、えー、この、えー、手厚く保護されてるためにあのそういう情報が公開されないそれは被害者感情からしていかがなもんかという議論があって妥協点として18歳19歳は 少年ではあるんだけど特定少年としましまょういうのはあの、まあ、基本的に少年法の適用で、えー、公正の流れで刑罰はすぐに与えないという方向ではあるんですが、気、え、弱、ー、とか地域の影響を大きい場合には検察官逆走をこれまで以上に多くしましょうということと起訴されたら実名での報道が可能にしましょうということをしたということですね。 さて、この千年年齢引き下げについては、私も市議会議員として、この2021年に議会で質疑しました。あのコメント欄に URL を貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。でその時作った資料なんですけど、実は2022年4月1日、まあ、4月1日、何気なく過ごしてたかもしれないですが、この日なんと3学年、まあ、2学年が同時に、 当時時の2学年が同時にになんと一気に1日で自成人になったんですね一気にであ,あとはそれ以降は、えー、今皆さんは18歳の誕生日にそれぞれがさみだれ式に成年になってきますけどこれはこういうちょっとあの法的には非常に、えー、不思議な現象が一気に起こった日になります、はい。それでは最後の時事問題のテーマで日露関係史について、えー、いきます。 えー、ちょうど皆さんが入試を受けるあの2月の22日の2日後ですね、2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻しました。でこれは基本、まあえー、あのロシアが非常に侵略行為として許せないことであり、やはりウクライナに対して私たちは支援していかなきゃいけないということで。 えっと、3月の5日には船橋市議会としての全会一致で、ロシアによるウクライナ軍事侵略に対する決議を挙げました。よって、えっと、感情的な議論をすると、もうロシアのことなんていうのは、あのまあ、ちょっとなんていうかな、あまりロシアとの友好なんていうのは考えにくい状況になっております、ね、今の瞬間は。 ただ、えー、実は、えー、と日本とウクライナ、日本とロシアの関係でいうと、日本とウクライナの関係は残念ながら、まあ、これから暑くなるかもしれませんけど、歴史的にはそんなに深い関係は、えー、ないわけじゃないんだけど、うん、あんまりない。しかし、日本とロシア、日本とソ連というのは歴史的にいろんな関係を持ってきたんですね。でその歴史が、 歴史の問題として時事問題として聞かれる可能性があるのでそれからこれを特集していきたいと思います。さてでまず時事問題としての,そのちょっと注意点なんですが EU というのとヨーロッパ連合というのと NATO= 北大西洋条,条約機構というのをちょっと区別をしておいていただきたいんですが。 EU というのは経済的な連合です。ヨーロッパを一体的な経済圏にしましょうという連合です。で、イギリスだけちょっとあの独自色で最近離脱したということはあるけど、ヨーロッパの多くの国、まあロシアは入りませんけどね、ヨーロッパの多くの国があの入っているんですね。入っています。さて、えー、それに対して、えー、っと、NATO。 NATO というのは、えー、軍事同盟ですねで軍事同盟は実はこの EU の加盟国よりも少ないんです。具体的に言うとスウェーデンとフィンランドは、えー、EU には入ってるけど NATO には入ってこなかったんですね。つまり、えー、西ヨーロッパと経済的に交流はするけど、まあ、NATO というのは、まあ、あの基本的にはロシアを、えー、仮想的とする同盟でもありますからちょっと軍事的にはそこまで。 中立でいたいということで、スウェーデン、フィンランドは NATO に入ってなかったんだけど、ちょっとこの事態を受けて、今、スウェーデン、フィンランドが NATO に加盟申請をしているというところであります。いいですか、EU が経済同盟、NATO が軍事同盟ということで、注意をしてください。さて、日本のロとロシアの関係は、あの実は相当古い歴史に遡るんです。 でロシアの船っていうのは結構日本に来てたんですね。で、実は千葉県が、ロシアが、ロシア人が初めて、えー、上陸したところが、鴨川がありまして、ロシア人探検隊初上陸の地というのがあります。えー、千葉県なんですね、これ。で、それで、その後、えー、ロシアの人が何回も来てるんですが、えー、まずはラクスマンという人が、大黒屋高大という漂流者と一緒に、 根室に、えー、まあ、あの、来航したという、出来事が起こりました。これ江戸時代ですね。江戸時代の中期ぐらいです。で、その後、えっ、ー、と、幕府の中で、異国戦、えー、まだ、アヘン戦争の前で、あの。なんていうかな、こう、えー。まだ。あの、外国の怖さを知らなかった時に。まあ、外国、鎖国の流れの中で、異国戦打ち払い例ってのを作ったんですね。 ところが1840年にアヘン戦争で、えー、日本にとっての隣の強国であるイギリスあの巨大な、えー、国土を持っている秦、えー、がちっちゃな国土面積としては非常に小さなイギリスに負けたということでショックを受けるんですね。で非常に大ざっぱに言うと、えー、1840年のアヘン戦争の秦、えー、の敗北で、えー、欧米イギリスの強さを思い知って まあその後い,あのいろんな経過があるんだけど28年後に日本は開国明治維新といいう流れになっていくんですねさてその中で、まあ、開国の流れがまず起こったのが皆さんご存知とともに1853年のペリーの浦賀沖での黒船の来航ですねそして日米和新条約を結んだと。 そしてその後に井伊直ケが5年後に日米もうちょっと和親よりも踏み込んだ修好通商条約を結んだということです。じゃあロシアどうかだったかというとこれ非常に平行的にペリーの、えー、が結んだ日米和親条約と、えー、ほぼ同じ時期1年後に日露和親条約を結んでます。井伊直ケが日米修好通商条約を結んだほ同じ年に日露 就航通商条約を結んでますので、アメリカに対して結んだ不平等条約をロシアに対しても不平等条約を結んでるということですね、はい。それでは、幕末維新への動きということで整理をしておきますと、えー、鎖国政策を続行できると思って異国船打ち払い令を出したのはいいんだけど、アヘン戦争で技術の強さを知ってしまったと。 えー、そして、えーまあ、この改革の話はちょっとまた江戸の話でしたいと思うんですが、ペリーが来たと、えー、そして、えー、日米は親、えー、そして日米は修好通商条約が起こって、えーまあ、開国への流れが強まるんですが、あの一方で鎖国を続けて、 ましかし幕府は倒そうと、尊王女優運動もあって、井伊直が殺されるような桜田門外の変もあったんですが、だんだんと薩摩長州という明治維新を切り開く側が、まあ、こう、一体薩摩とイギリスが戦ったこともあって、イギリスの強さを思い知ったこともありまして、もう全体的に開国の流れに行って、開国のために幕府を倒すという流れに行くんですね。非常に大雑把に言うとそうです。ただ、最後まで、 江戸幕府を支持した流れが、えー、とこの,あの桜田門外の辺とか最後の戊辰戦争の東北の流れがありましたさてそれでは次にあの、えー、実際に入試問題で見ていきましょう、はい、大体入試問題というのは年号は正確に知らなくてもよくて大体の時,時代区分が分かればいいですねはい さっっき言ったように1840年のアヘン戦争が開国への大きなきっかけとなったということですね。でその前に何か起こってますね。であとこれ島原天草一揆というのはあの、えー、キリスト教徒の反乱でそれを幕府が鎮圧するという形になります。でそうするとどうでしょうか、えー、島原天草一揆のそれを引き起こした キリスト教特にカトリックのポルトガルを禁止しようということで鎖国の流れにいくんですねそして、えー、とまだロシアが根室に来たりしてまだアヘン戦争の前はあの外国とは徹底的に戦うという国船打ち払い例を作ったとしかしアヘン戦争以降外国への流れが強まったということでこういうことになります さて、えっと、明治以降の歴史をロシ,アの歴史ロシアとの外交を重ね合わせていっておきますと、えっと、まず1875年明治維新が1868年ですね1875年というのは、えっと、分,数で分数的に表現すると18と4分の3です1世紀の4分の3、えー、この時に樺太千島交換条約というのを結びまして えー、実はカラフ太も千島も日本のものでもロシアのものでもなくて、えー、アイヌのものですよね基本的にアイヌ民族が住んでいたと。でこれは「ゴールデンカムイキンカム」という漫画をとかアニメを見ていただくとまあカラフト太千島がアイヌの、えーえー、生活圏だったってことが分かると思うんだけどでも日本とロシアが強くなってきたんでどっちが領有しようかっていう議論の時に曖昧だったのを。 カラフトはロシアにしましょうと自治島列島は日本にしましょうというのを年に結びましたさてその後戦争がいくつか起こるんですが1894年に日清戦争そして1904年に日露戦争で次の大正時代になりますと1914年に第一次世界大戦ということで10年ごとに大きな戦争が起こっていくということですね。日日清戦争でで本が真に勝って下条約で 一部の両陶半島の,あの領有を認められたんだけど、それに対してロシアが干渉してくるというのが、三国干渉という出来事が起こりました。で、ロシアがだんだん強くなってきたので、イギリスが日本と結んで同盟を結んで、日露戦争が行われた、その後日露戦争になったということですね。さて、まあ、これ、答えも入れちゃってますけど、日米修好通商条約で、 イギリスがロシアを警戒して日本とあの、まあ、仲良くしようとしていたという計画と、実はあのまず普通選挙制、衆議院の普通選挙制、25歳以上の成人に選挙権が、男,男,子,です、ね、男,男子に選挙権が与えられたということです。あの普通選挙戦が行われた、あとラジオ放送というのも行われました。あとと治安維持法というだん、えーと 弾圧の、まあ、法律も作られていてメとムチの政策普通選挙区といい政策と一安維持法という悪い政策をセットで行うということを行いましたでちょうどその1925年に日ソ基本条約というのを結んだんですねちょっとこのことは後で整理しておきたいと思うんですが、えっと、日本の、えー、土地の状況を考えてみましょう、えー、日清戦争前は千島カラフトチシマ交換条約で手に入れたチシマ列島と日本でだけだったんですね 日清戦争で勝ちますと、えー、と台湾を領有すると。でそして、ここも一部、あのー、日本が領有したんですけど領土半島。しかし、ロシアが日本を警戒して返せと、えー、フランスとロシあのドイツをと組んで返せていった。これが三国干渉という出来事です。でこの三国干渉のことをひねくった風刺画がこれで、えー、と日本と 清、えーね、が、まあ、朝鮮半島をめぐって、えー、利権争いをしていたのが朝鮮あの、えー、日清戦争です。でその日清戦争の、えー、とことを旗目で見てあの、えー、進出しようと狙っているのがロシアという図式です有名な図式です。ということで日本が強くなるのを警戒して、えーとえー、三国干渉で 言ったんですねでそういう対立をしながらも秦に対しては協力して弾圧体制をとる何かというと不信滅用ということで秦を復興しようという義和団の乱というのが起こったんですが。が そしてヨーロッパを追い出せというそれに対して八国連合もう段仲の悪い人たちも含めて全部連合してののここ乱をを鎮圧すするとといいうことを行いますさてあの、まあ、領土権益の拡大2015年の問題ですけど日清戦争は日,の日本の勝利に加わり講和条約がどこで結ばれたかこの会議の結果として結ばれた内々では何々が決められた。 はいさっきちら言ったところですけど下関条約ですね日清戦争は下関条約で下関条約で、えー、清は朝鮮の独立を認めて日本に台湾両東半島保護諸島を譲り外国の賠償金を支払うとでこの両東半島に対してロシアがか後から返せと言ってくるんですね。 さて、ロシアはそもそもなぜそのような干渉をよくしてくるのかというとロシアは非常に北側にある寒い国です。で陸軍は当然陸の軍隊は持てるんですが海軍を持った時に海がみんな凍っちゃうんですね。でそうすると一年中凍らない港がない不登校がないと。 海海軍が、えーまあ、海に出ていけないんですでそこで南に下って渡航を得ようというのがロシアのもう歴史的なもう100年来の政策になってましてそのために出口が2つあって黒海に出よう今回のウクライナもうそ,その歴史的にはその影響があるんですけど黒海から地中海に出ようという黒海の、まあ、クリミア半島 に進出しようというのがあってこれがクリミア戦争が1853年ちょうど明治維新の頃にの近くで行われたとでここで活躍した人がナイチンゲールですねで一方もう一つの出口がこっちだったんですね、えー、極東の方に出ようとで、えー、そのために日本と戦争を行ったということでここでクリミア戦争ここで日露戦争を起こしているということです さて、三国干渉でロシアの圧力で、えー、領土半島を返したので当時日本の中で反露感情が高まりましてまあ露感って今でもある薬ですがこうロシアを征服する、えー、薬というようなものが売られてた時期があります。で、えー、反路感情が高まる一方そしてその反路感情の中で、えー、日露戦争が行れて日露戦争に勝利するということがある一方で 別の見方をした人もいましたこれは有名な与謝野明子で「死に気にしみたもうことなかれと」と、えー、日本全体が日露、えー、戦争に邁進する中で弟が戦地に出向くそして、えー、死ぬのは忍びないということで「えーまあ、気にしみたもうことなかれ」ということで、えーあのまあ「死なないでくれ」という反戦の歌を歌っています。 さて、ロシアとの戦争に勝ったときに、えー、日本が領有したのが南カラフトですね。カラフトは全体がロシアだったんですけど、日露戦争の勝利で南を日本に譲ったと。でここら辺もゴールデンカムイに出てきますよね。でえー、っとそして、まあ、朝鮮、それから大韓民国という、両党半島なんかも得ていくという形になります。さて、えーっと これが八か国の連合軍ということでわあると思うんですが、ギワダン事変さっきのギワダン事変に対して八国の連合軍で共同したということですね。で、1902年に結んだ条約は、1904年が日露戦争ですから、その手前である同盟を結んだのが、ロシアに対する利害、反反対ロシアということで、えー、お背景に日英同盟を結んだと。 でそれを理由に第一次世界大戦に進出するということになります。さて、大正時代は、えー、大正時代はあの第一次世界大戦がまずありまして、そして、第一次世界大戦の途中にロシアで社会主義政権ができる、ソ連がえできました。で、この社会主義政権に対して、日本も含めた資本主義国がえ社会主義ソ連を倒そうということで、シベリアに出兵したんですね。でこの時に あのまあ日本が侵略したんですよあの今ロシアがウクライナ侵略してるけどまあ当時でいうと日本がロシアに侵略したんですそれで、えっと、このシベリア出兵の時に日本国内で連動して、えー、ある出来事が起こりましたこれご存知でしょうかちょっとここに書くのを忘れたんですが問題に出てきます さて、それでシベリ撤退してソ連になってますけどソ連との関係なんですがさっき言ったように1925年つまり19と4分の1の時に基本条約を結んであまり基本的に仲良くしましょうとあまり喧嘩しないようにしましょうという条約を結んでるんですね。 シベリア出兵について説明しておきます。シベリア出兵は日本の大炉干渉戦争であり,あります。で、ちょっと言葉が似てるんですけどシベリア抑留というのがあります。で、これは戦後の最後のところにソ連が日本、まあ、太平洋戦争の最後に日本に参戦、対日参戦をして、 その時日本人捕虜がシベリアに抑留されたという事件、まあ、こ,れこっちは日本が被害者となった事件です。でこっちは日本が加害者となった事件で。この被害者の側面と加害者の側面を両方取り上げたいい番組があります。これはあの、入手終わったからでもいいですので、ぜひ見てください。TBS ・シベリア抑留で調べていただくと、シベリア抑留の記録というものがあるんですが、同時にシベリア出兵の方のマイナスの面も取り上げた。 えー、両面から見たいい番組がありますから、YouTube に残ってますからぜひ見てみてください。さて、話を戻します。第一次世界大戦ですね。で、こういう形で、えー、まあ、ロシアが革命でソ連になって、えー、第一次世界大戦はこのどこを置いたの？はちょっと縦列に並んでいる、えー。これが三国共主に対して、それ以外ロシア、フランス、イギリスが同盟を結んで、こっち側が三国同盟側が勝つということになります。 さてさっき言ったようにシベリア出兵の時に、えー、米が、えー、買い占めされたので米の値段が上がったことに対して富山の、えー、漁村の女性たちが、あのーまあ、米のやすりなどを要求するのを起こしたのが米騒動という事件が起こったということですね。 さて、冒頭に言いましたように今残念ながらロシアがこのような状態になっていますのでロシアとの友好とかそういうのは考えにくい状態になっているんですが長期的にはやはり、まあ、ロシアがきちんと戦争を終結していただくのが前提となりますけどあの、まあまあ、友好関係が回復時代が来ればいいなと思っています。で実は、 戦争をした時には敵国として戦った人もやはり家族がいたりその人も、まあえー、あの末端の兵士たちは、まあ、権力者の命令によって、まあ、戦争をするけど本当は死にたくなかったわけですねそうすると異国の地で戦争で死んだ軍人も伴うべきじゃないかという意見があって習志野市,の市船橋市の習志野霊園では えーまあ、当時敵国だったドイツとか、えー、ソ連人の軍人の慰霊碑をきちんと作っているんですね。まあ異国の地で亡くなった敵方であってもやはり葬るべきだ、ああ葬るだ、上敬うべきだということでこういうことを作っています。さて、えっと、不平等条約の改正、まあ、ここはちょっと流し見しときまして、えっと、じゃあ、えー、第二次世界大戦の直 時には、まあ、日本の領土とこの赤のところまで拡大して、まあ、やはりこう無理に侵略をしていったので最後崩壊するということになります。このヤルタとマルタということを知っておいていただきたいんですがヤルタ会談とマルタ会談、えー、言葉も似ているしそっくりなんですが場所も、えー、時間も目的も違うので整理したていというかヤルタ会談というのは1945年2月に、えー、日本に対する戦争に関して整理した、えーえー 米英の,、えー、その会談ですで、えー、特にソ連が日ソ、えー、中立予約で戦争に参加していなかったのをきちんと戦争に参加させようとイギリスと、えー、アメリカがしたんですね。でスターリンがあの戦争に参加することを、えー、了解してその代わり実は。 えーまあ、あの北方領土というか、日本の領土の一部をよこせということを言っていたわけです。それがちょっと戦後処理の時に、また問題になってくるということがあります。さて、マルタ会談は全く別の話で、これは場所もイタリアの,あの先のところのマルタ島で行われて、ブッシュとゴルバチョフが冷戦の終結を宣言したで最後最後に北方領土のことをまとめておきましょう。で 日露和親条約の時にはここ斜め線というのは、えー、領有が曖昧だったところ唐津と千島交換条約でサハリンを、えー、ロシアそして千島列島は全島ともあの、えー、日本に帰属するという形になってそして日露戦争でサハリンの一部唐津の一部を、えー、南側を日本が領有したと。 さて、その後、ソ連が参戦して、えー、北方領土が占領、えー、されて、そして、この4島については特に日本が領有権を主張してるんですが、ここも今でもロシア側に、まあ、はい、あの、まあ、実質占有されてるということです。